どうも皆さんこんばんは、アポロでございます。はい、今回はですね、新作海竜デッキですね。まあ最近海竜使ってないなっていうことで新しいデッキを組んできました。はい、皆さんよろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。やる気が出ます。いきましょう。いや、お相手も海竜、海竜バトルですね。どっちの海竜が強いのか、はい、勝負しようじゃありませんか。さあ、ここはモンスターボールでニアースと。まあそしたらニアースで行こうかな、最初は。まあ、あのシママ使えないですからね。まあ今回ゼブライカとちょっと合わせて見るっていうのも面白いかなということで。まあ後ろに狙撃できるじゃないですか。ベンチにも狙撃できるので、まあそこでね、体力を調整して、海竜の流星群。まあだから50の倍数にうまく合わせてですね、使っていこうかなっていう、まあそういう考えでございます。はい。さあニアースでドローと。まあちょっとミニ竜が来てないですからね。はい。まあ今日ね、あのポケカ、紙のポケカのね、診断、まあお祭りパックがね、まあテラスタルフェスっていうパックなんですけど、そちらの発売日なんですよね。まあ自分もポケセンオンラインで買いましたんで、まあ届くのをね、楽しみに待っているところなんですけども、あの、ツイッターの方で何が当たったか報告しますんで、ぜひですね、ツイッターフォローしていただいて、自分が何を当てたかね。いや、ゴッドパック引きたいよね。何を当てたか、確認してみてください。さあ、ここでサンダーアローを使っていく。まあ、これで、まあ、EV から落としちゃってもいいけどな。白竜潰そう。こんな感じで、まあ、ベンチにもね、与えられるので、まあ、最後、海竜になった時に、ちょっとやりやすいかなっていう。はい。ゼブライカですね。まあ、一回なんかね、対戦相手がその、ゼブライカ海竜使ってきて、まあ、それがね、かなり、個人的に強かったんでね、戦っててすごい嫌だったので、うまくその50の倍数にされちゃうっていう戦法がね。まあ、なので、まあ、そっからアイデアをいただいて、ちょっと自分なりにね、作らせていただきましたが、どうなるでしょう。さあ、ゼブライカ。はい。まあ、そしたら、まあ、白竜に貼っていきましょうね、と。まあ、結局、EV もな、取らんとなっていう感じなんですけどね。まあ、ただ、あの海竜にずっと与え続けて、削っていくっていう戦法は、だいぶありだと思う。はい。さあ、EV。どうだろうね。ああ、サンダースになってくる。で、夏目を使って、ここはね、まあ、ニアースでいいですかね。はい、ニアース。自分は海竜を引いていきたい。海竜を引きたい。そうだね。そうですね。まあ、ニャースを引いて、ニャースを引いて、まあ、サンダースな。もうサンダース無視して自分は後ろの海竜に、追撃をずっと加え続ける。50以下にしたい。ここもさ、サンダースでミサイル針撃つんだったら、そう、そこにつけないといけないんでね。お相手的に嫌だと思うんだよ。はい。まあ、コインを投げて、表の数かける40ダメージっていうのが、サンダースのね、技です。だから3枚出なければ OK。OK。いや、ゼブライカいいでしょ、普通に。あのね、ベンチにダメージばらまけるポケモンって、やっぱり強いと思うんだよ。自分はかなり強いと思ってるんで、まあ、この能力で、もう、相手の主力であるね、海竜を潰していく。かなり集中的に攻めてね、あんだけ減らせてますからね。はい、苦しいでしょう。さあ、どう来る？博士の研究。まあ、サンダーはね、壁用です。壁剣、まあ、一応、つつくが使えますんで、まあ、序盤のダメージっていう感じですね。
結構ね、このデッキは勝率高いと思うんだよね。サンダーデッキの中でも。あ、サンダーデッキじゃないわ。海竜デッキの中でもね。いや、もうちょっとここ海竜を、いや、もう白竜でいっちゃっていい。うん。海竜になったらそのまま海竜。ならなければ、まあ、自分はここサンダーを、まあ、サンダー出しちゃおうかな。うん。サンダー出します。サンダー出します。で、白竜で落としていくと。まあ、サンダーにその、150点入らなければ、まあ、なんとかなるかなっていうね。そんな風にも思いますんで。で、60点にしてありますんでね、体力を。なんとか白竜で、まあ、流星群で生き残ればね、落とせるっていう。うん。OK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 。いや、これで、まあ、だから最初、ゼブライカがね、頑張ってた分が出たねと。こっちは海竜作れなかったんですけども、いや、最後は海竜。ちょっとすいません、海竜にさせてください。うん。海竜にして、こっちも流星群出してくれ。いけ。ゼウス！はい、ありがとうございました。一戦目勝ちです。まあ、こんな感じで、まあ、うまくね、ゼブライカでダメージをばらまきつつ、ポケモン取りやすくして最後に流星群を撃っていくっていうね。まあ、海竜だいぶ遅かったんで、うん、もうちょい早く来てくれたら嬉しかったんですが、まあ、こんな風に戦っていきます。はい、まあ、ガンガンね、グッと押していってください。はい、ぜひ最後まで見ていってください。次の試合に、いきます。さあ、続きまして、お相手は、トータイプのデッキ。まあ、トータイプ弱点なんですよね。何？トータイプに不思議だね。どういうこと？まあ、トータイプ弱点なんですけど、そういう時は、まあ、サンダーを壁にしてですね、うまくミニ竜を育成してくださいねっていう、そんな感じになってます。はい。さあ、ミニ竜。ミニ竜、ミニ竜。まあ、ミニ竜はね、2体出さなくていいかなと思ってます。はい。ニャースを出して、まあ、ここはターンエンド。まあ、水エネから始まったらニャースから行きたいですよね。雷から入ったら、まあ、シママとかゼブライカ、まあ、そっから入っていいかなと思うんですけども、まあ、それか、ニャースから入るか、もういきなりミニ竜にエネを乗せていくか。まあ、それはね、状況に応じて変えていってくださいねと。どういうことなんだろう、それ。トータイプでさ、どういうことなん？ねえ。エネルギー間違えちゃったってわけじゃないよね。何が入ってんだろう。何が入ってんだろうね。さあ、ここはゼブライカ。ゼブライカで、自分はミニ竜に、ここ貼っていきます。はい、ターンエンド。一生トータイプしか来ないけど。あー、カブトプスなんだ。なるほどね。そしたらさ、もうゼブライカで、その、甲羅の化石を破壊しよう。ちょっとめんどくさい。甲羅の化石。それができるのが、このゼブライカのいいところ。やっぱカブトプスね、すごい回復してきますし、まあ、なんだろうな。まあ嫌じゃん。ね。結構めんどくさいじゃん。体力も多いし。なので、ここでもう破壊しよう。ちょっと破壊間に合わないかもな、これは。間に合わないうちに、あいつが誕生してしまう。一生トータイプだね。カブトがもう出てきて、コールアタックをね、ゼブライカにしてくるかもしんない。いや、それやだね。それやだな。早く、完成させなくてはと。まあ、それかサンダー来てほしいですね、サンダー。サンダー来てくれ、サンダー。
はい、サンダー来ました。ありがとうございます。まあ、そういう時用のサンダーさんなんでね。はい、ここは入れ替えてください。まあ、やっぱ弱点がね、一致しちゃうのは弱いんですよ、デッキで。まあ、こういうところで一致しないっていうね、強みがありますんでね、サンダーは。ハリケーンサンダーとかで落とすっていうのもありだけどね。ただやっぱ、結局はね、この、結局は、こいつらのデッキなんでね。カイリュウのデッキなんで。ハリケーンサンダーだとさ、コイン4回投げて表の数かける50ダメージじゃん。まあ、運ゲーでマックス200なんですよね。出せるのが。ただ、カイリュウだったら絶対200出せるんだよ。まあ、どっちがいいかはもう、明白ですよね。ね。はい。さあ、傷薬。いや、ただ、白竜が来ねえと。白竜が来ないのは困りますよ、という感じになっております。どうしたんでしょうか、白竜さん。やっぱその辺はね、難しいですよね、このデッキの。このデッキっていうか、なんだろう。海流デッキの難しいところ。いや、まあさすがにこれで引けるでしょう。お相手がその、手こずってる間にね。いや、引けない。マジか。マジか。そりゃきついぜ。さすがに。さすがにそりゃきついぜ。なあ、50食らっちゃうんだもんな。まあちょっともう一回、もう一回耐えてください、サンダー。でもサンダーはこんな感じで、耐えようとしてね、すごく優秀じゃん。ずっと耐えてるじゃん。シンプル優秀なので、まあうまく使ってくださいね、と。壁としてね、本当に優秀なので。まあ、ただ使い方、相手が例えば沢村入ってるデッキとか、そういう時はね、少々気をつけていただきたい。そう来るんであれば、まあ、サンダー取られちゃうと、サンダー取られちゃうと、やっぱり、2ポイント取られちゃうわけですよね。なので、こういうところは、しっかりチェンジしていくと。で、ここはサンダーに貼っていいです。ワンチャンハリケーンサンダーで決めなくちゃいけないっていう場面が来るかもしれない。なので、ここはサンダーでいい。まあ、エネの貼り方はですね、その辺はうまく気をつけていただいて。てか、相手それさ、本当に臭いエネ入ってんの？ねえ。臭いエネルギー入ってんのかな？はい、さあ行くぞ。こっから帰り見せてやってくれ。まあ、自分はこのポケポケ界のゼウスだと思ってるんでね、カイリュウは。ゼウスと同じような、そんなロマンあふれるカードだと思ってますので、見せてやってくれよ。行ってくれ、流星群。行け。ゼウス！なるほどね。いや、でも2枚落としたのでかいですよ、これ。でかいでかい。ただまあ、カブトプスがやっぱね、回復してくるので、その辺めんどくさいですね。ただ、よくぞサンダーのこの、ね、よくぞサンダー繋いでくれたと。白竜が来るまで。残りデッキ1枚だからね。ここまでよくね、持ってくれました。はい。さあ、水へね。まあ、これはね、ミニ竜に貼って、さあ、白竜ですね。いや、まだまだこっちは戦えるぞと。行け。ゼウス！まあ、これで不思議花落とせば、勝てそうですので、例えばこれでさ、30以下になるとするじゃん、相手が。まあ、不思議花体力多いんで30以下になんないけど、そしたら、次のターンとかにね、海竜入れ替えてゼブライカで狙撃して勝つっていう、まあ、そんなプランもあるんでね。まあ、いろんな戦い方ができるようになってますよと。その辺強いよね。
さすがに相手なんかそれエネ偏りすぎじゃない？どういうこと？うん。どういうことなん？どういうことなん？いや、終わりだ。行け、流星群。はい、勝っていく。だいぶ偏ってましたけどね。だいぶ、あんなことあるんだね。はい。まあでも勝ちました。ありがとうございます。まあこれはね、サンダーの強みが出た試合だなっていう、そんな試合でしたね。はい。勝ちです。さあ、続きまして、はい。お相手は雷タイプのデッキ。まあ雷タイプだと、今度はね、サンダー弱点になっちゃうので、サンダーは前に出しません。はい。いや、ただ海流か。なるほどね。OK、OK。まあ、それであればサンダーから行ってもいいんですけど、まあでもゼブライカでも全然いいかなっていう。まあさっきの試合なんかはさ、まあ本当にサンダーで勝ったみたいなもんじゃん。ただ、最近ね、最近結構、月光がデッキとかが増えてるので、あんまり暗いすぎるとですね、サンダーで2ポイント渡しちゃうっていうことになるじゃん。まあそこはね、気をつけてほしいですね。まあ一応このゼブライカがそんなに耐久がないから、ないじゃないですか。そんなに耐久ないんで、まあ、サンダー入れてね、その耐久ない分を補おうっていうことで、壁の役割ですよね。例えば相手がさっきみたいに、トータイプ来ちゃった時にすぐ落とされちゃう。すぐ落とされちゃって、海流まで繋げないから、補おうってことで入れてるんですけども、うん。まあちょっと気をつけないとその辺はいけないかなと。はい。ミニリュウでゼブライカと。まあラプラスに当てていきましょう。はい。さあどう来るか。うん、さっきからなんか白龍は来ないね。博士の研究引けてる分全然いいんですけども。白龍が来ない。はい、ラプラス。まあでもラプラスこうやって落としていけるだけでもね、だいぶでかいですから。うん。はい、サンダーローで落としましょう。とりあえず1ポイント取っていきます。まあそのラプラス出さないかな。ね、まあ弱点取られちゃうんで、さすがにって感じですよね。で、まあ、こっからはだから、その、体力の調整ですよね。それに入っていきます。海流が160なので、うん。160なんで、30、30で、入れておきたいなと。入れておきたいけども、入れておきたいが、まあでも、150以下にしとくっていうだけでもいいかな。うん。それでもでかい。一発入れとくだけで結構でかいですね。そうすると次の海流で落としやすいじゃないですか。だいぶでかい。さあ、お相手はスピーダーがあるかどうかですね。なんとかこの、スピーダーがあって海流があるかどうか。なんとかこのさ、白龍は生き残ってほしいんだよね。さあ、海龍。こうやってなんかベンチまで狙撃できるやつが来ちゃうと、ちょっとね、サンダー出してるのが嫌だなっていう風になっちゃうんだけど、はい。うわ、嫌ですね。めちゃくちゃ嫌だ。うん。めっちゃ嫌です。めっちゃ嫌だ。うん、頼む。戻ってきてくれ。戻ってこい。戻ってこない。戻ってこん。戻ってきません。うわぁ。うわぁ。レッドカードがね、ガン刺さりですね、それは。どうしよう。どうしようなぁ。いや、まあ、しゃあないな、これ。耐えるしかない。サンダーがなんとか吸ってくれるしかないね。後ろかサンダーが吸ってくれるのを祈るしかない。
まあ、そのために入れてるから、やっぱ種ポケで体力が高い、逃げ根も軽いっていうね。オッケー。いい。助かる。これで、海竜引いてくれ。海竜。来い。ナイス。ここでね、このサンダーを入れた意味、そして、ゼブライカでダメージを与えといた意味っていうのがね、ここで発揮されていく。見せてくれよ、海竜。お前の力を、いけ。ゼウス。はい、勝ちです。まあ、これはだから1体に200点いかなければ、いや、でもわかんないか。1体にでも200点いかなければ勝ってたかなっていう。まあ、それか後ろが50、150とかじゃなければ、勝ってたんで、割と勝てる場面だったね。オッケー。まあ、あれもだからさ、結局ゼブライカで30点与えといた意味っていうのが出てるんですよね。そして、まあ、サンダーを入れて、ちょっとこの耐久面を上げてるっていう意味も出てますので、まあ、いいところが出ててね。割といいところ見せられてね、いいですね。はい、ありがとうございました。さあ、続きましてお相手、水タイプのデッキ、お願いします。行きましょう。はい、ヒトデマン、ケロマツと、まあ、スターミーですかね、よくある、まあ、強いデッキということで。はい、ここはモンボから入ります。モンボで、シママと。まあ、弱点取れるんですけどね。ただ、初動がね、水エネなんで、ここでだから、雷エネが来てですね、ゼブライカにしてヒトデマンを落とすっていうことができれば、まあ、大体勝ちだと思うんだよ、もう。ただ、このままだとやっぱスターミにされちゃうので、嫌ですね、と。この辺だよな。ゼブライカは本当にね、強いんですよね。本当に強いですよ。さあ、ミニリュウ、OK。さあ、ミニリュウが来たのはとりあえずいいです。で、博士の研究と。研究。まあ、これで、サンダーが欲しいですかね。はい、サンダー。ただね、これね、後ろケロマツがいるじゃん。それがやっぱちょっと怖いんですよね。その辺怖い。この辺は1ポイントも取られないぞっていう気持ちで戦ってください。まあ、このままスターミーが出てこなかったらそれはそれでいいんですけども、スターミーが出てくると90点食らっちゃいますからね。いや、このデッキに勝ちたいよな、やっぱ。スターミーフリーザーデッキ。大会でも、最近ね、リザードンが増えてるからか、上位入賞してるのをよく見るんですよね。さあ、まあ、スターミーはないと助かる。まあ、ここスターミーないのは助かるね。はい、白竜。で、まあ、ここはもうね、全力で、海竜を作るでいいと思います。全力海竜作成。ただ、サンダーは、簡単には渡さないぞと。落とさせないぞっていうね。まあ、そこはね、忘れずに。オッケー。どうだろうね。もう、フリーザー出てくるかね。いや、全然出てきてもらってもいい。来い。はい、来ない。来ない。さあ、海竜がやってくる。オッケー。いいよ。海竜が来るのはいいですね。んで、問題はここですよね。はい。まあ、ここはサンダーに、まあ、今回はだからゼブライカもちょっと雷エネの調子も悪いので、まあこういうムーブになってるっていう風に思ってください。まあだからエネの状況と引いたカードによっては、また違ったね、ムーブをしますよと。そんな感じですね。
まあ、ケロマツが進化しなくてよかったですね。やっぱそれ月光河にされちゃってると、少々怖い。少々怖いっていうか、その、サンダーを壁に使ってるのが弱点になっちゃうんですよ。だから、必ずしもサンダーがこの壁役として最強ってわけじゃないっていうのは、そういうとこだね。はい。ここはもうスターミー落としてくれ。行ってくれ。海竜、流星群。はい。落とせない。落とせないけど、まあいいばらまき方ですね、これは。悪くない。スターミーに100与えたのは結構でかいね。で、ケロマツが、だから次のターンスターミーとケロマツに当たってくればもう勝ちなんでね。うん。さあ、どう来る？で、カイリーはさすがにね、ワンパンで落とせないカードになりますので、まあ、お相手は厳しいですね、と。まあ、逃げてフリーザーかな。逃げてフリーザー吹雪っていう感じですかね。うん。あ、逃げないんだ。逃げないんですね。あ、そう。逃げないんだ。まあ、勝ちですよ、自分の。行けよ。終わりだ。ゼウス。はい。うん。まあ、相手がかすみ失敗してたといえど、そのデッキに勝てたのは嬉しいね。まあ、しっかり先行で勝てたっていうのが、結構でかい。まあ、だからシンプルに今みたいに、ただの壁。もうただ壁にしちゃうっていうのも、ありかなっていうね。ええ。まあ、そんなところでございます。はい、勝ちです。はい、マッチングいたしました。もう一戦やっていきましょう。まあ、ここはサンダーにアースで行かせていただいて、お相手はスリープと。まあ、もう雷エネしか出ないっていうんであれば、サンダーでハリケーンサンダーっていうタクも取れるので、まあそこはちょっと状況に応じてですよね。はい、どうでしょう。まあその辺はサンダー入れとくといいところの一つなのかなっていうふうに思います。はい、ミニ竜。そしてモンスターボール。モンボミニ竜。まあここはね、サンダーでちょいちょいつついて。はい。お相手にプレッシャーをかけていく。まあ、ただ、ハリケーンサンダーがね、雷エネ3つなんで、もう全部雷じゃないとダメなんですよね。そこはちょっとまあ、ハードルが高いところかなっていう、そんな感じ。さあ、スリーパー来ました。スリーパーで、はい、眠っていく。まあ、スリーパーでも言うてそんなに、個人的には怖くないので、なんかね、最初の頃はね、強いなと思ってたんだけど、いや、強いよ。強いけど、いや、これはもうハリケーンサンダールートで行こうか。全然いい。ハリケーンサンダーを狙っていって全然いい。はい、つついてつついて、そしてハリケーンサンダーと。なんだろうね、スリーパープラス、何なのか。フーディンとかなのか、どうでしょうか。ラルトス。あ、ミュウツーなんだ。でもいいね。こっちはもうハリケーンサンダー溜まるので、まあサンダーが一生眠り続けるみたいなね、そういうことがなければ、だいぶ有利ですよ。このルート取れるのは。うわぁ、やめてくれ。起きてくれ。頼む。ここ眠っちゃったら、相当痛い。相当痛い。痛いのでやめてください。起きろ。起きろ。はい。まあだからいろんなタクが取れるので、その辺は面白いデッキになったのかなっていうふうに思います。はい。まあ2枚表出せば。なんでだよ。なんでや。なんでな。
もうサンダーはね、まあ、200出せるんですけど、最大ね。ただやっぱこの辺が、ちょっと運ゲーになってしまいますので、え？臭いね。最近やっぱね、バラエティ豊かな、ね、いろんなデッキが見れて楽しいですね、その辺は。自分の動画にも参考になりますし、うん、面白い。いや、頼む、起きてくれ。ここでミュウツー落とせれば勝てるから。まあ、やっぱしっかり海流200点、バンって、言ってあげた方が、いいよな。いいよな。まあ、そっちの方が確実性あるからね。はい、起きろ。オッケー。いや、まあ、ちゃんとね、起きてるから、まあ、全然いいですね。まあ、寝ぶりの弱いとこだね、そこが。はい、ここはモンボから使って、まあ、あとは海流を引きたいので、はい、しっかり海流を引いていってくれ。さあ、海流を引いていく。うん、いいね。さあ、そして海流にして、こっからは海流にエネを張り始めます。さあ、ハリケーンサンダー、いけ！ 3回表出せば倒せる。全然ダメ。全然ダメじゃん。なんで？なんか自分のサンダー弱いんだけど。どうしたの？臭エネなんだよね。ねえ。何が入ってんだろう。うん。トランスシェイドの効果で、まあ、粘土弾もサイコドライブも、いけちゃいそうなんですけども。いや、その後ろのさ、スリーパーを落とせなかったの痛いよな。いちいちこの眠りチェックがね、結構めんどくさい。うん。いや、ここでそのミュウツー落とせないと間に合わなくなるんでね。落とすか、ここでサンダー入れ替えないと、間に合わなくなるので、頼む。起きてくれ。結局起きるんだよね。結局起きると。うん。ここなぁ。いや、一枠開けときゃよかったなぁ。ちょっと見すぎましたね。一枠開けて、ああいうちょっと削れてるやつをさ、ゼブライカで狙撃できるようにしておけば、まあ、勝ちなんですよ。ねえ。まあ、全然こういう勝ち方でもいいんですけれども。これであればもう間に合うので、いけそうかなと思います。まあ、最初島もなかったしな。まあ、しゃあない。ただまあ、ここでさ、もうさ、ねえ、もしゼブライカ作って、後ろのスイーパー落とせばもう勝ちじゃん。わざわざ、コイントスで3回表出さなくても。まあそういうところに、まあ一応強さがあるかな、というふうに思っております。はい。はい、勝ちです。ありがとうございました。いや、まあちょっとサンダーが、まあ不調っちゃ不調だったんですけど、まあこんな感じでハリケーンサンダールートを取ってね、戦うっていうことも一応できますよと。壁じゃなくて、戦闘要員としても使えますよっていうことで、まあぜひね、まあいろいろゼブライカも、サンダーも楽しいので、まあだからニャースは、ワンチャンいらないかもね。うん、ニャースは違うのに変えちゃっても全然いいのかなっていうふうには思います。はい、まあレッドカードなり、まあ榊とかでもいいかもしれないですね。うん、夏目でも。まあその辺はね、欲しいカード入れてみてください。はい、では、今回の動画はこの辺で、また次の動画、そして生放送でお会いしましょう。Shimmer